皆さんこんにちは、がん情報チャンネル外科医の佐藤です。今回はカロリー制限でがんの治療効果がアップというお話です。今回は、がん患者さんの食事に関するお話なんですけれども、がんの治療の時にはですね、どういった食べ物、どういった食事がいいんでしょうか。栄養のあるものをですね、たくさん食べるべきでしょうか。あるいは、むしろ食べない方がいいんでしょうか。難しい問題で、まだですね、結論は出ていませんけれども、一つの食事療法が注目を集めています。それはですね、ちょっと聞き慣れない言葉だと思うんですけども、絶食模倣食と呼ばれる食事法です。で、このですね、絶食模倣食、これ英語ではファスティングミミッキングダイエット、FMD と言いまして、これは言葉通りですね、絶食に近い食事という意味です。で、これは一定の期間ですね、ほとんどカロリーのあるものは取らないという食事療法で、具体的にはですね、野菜を中心としたスープや液体の食べ物が中心で、お茶など、水分はですね、好きな時に摂取してよいと、そういうスタイルです。具体的なですね、この絶食模倣食のスケジュールに関してはですね、抗がん剤などの治療のですね、数日前から当日まで 4,5 日間だけですね、カロリーを1日300から600キロカロリーに制限をして、その後のですね、およそこの20日間というのは、補充期といって通常の食事に戻します。そしてその後改めてまたこの絶食模倣食を行うということで、このですね、サイクルを繰り返すと、そういうスケジュールです。以前ですね、動画でお伝えしたように、実際にこの進行がんの患者さんを対象として、この絶食模倣食と標準治療を組み合わせた臨床試験で、がんが劇的にですね、小さくなった、そういう症例を紹介しました。今回はその後のアップデートとして、最新の研究結果を紹介したいと思います。一つ目はですね、今年の9月にネイチャーコミュニケーションズという雑誌に報告された論文です。これはマウスを使った実験なんですけども、最近ですね、がんの治療でよく使われるようになった免疫チェックポイント阻害薬に、この絶食模倣食を組み合わせた場合の効果を調査した、そういう研究です。で、この研究では皮膚がんを移植したマウスを用いて、このようにですね、通常の食事と絶食模倣食をこのように繰り返してですね、で、同時にこの免疫チェックポイント阻害薬を投与して、腫瘍の大きさをですね、測定したということなんですけども、結果はですね、この絶食模倣食のマウスでは治療のですね、有無にかかわらず、通常食のマウスよりもがんの増殖がこのように遅くなっていました。興味深いことにですね、絶食模倣食だけのマウスの方が、通常食に免疫チェックポイント阻害薬で治療したマウスよりも腫瘍の増殖がですね、このように遅くなっていたということですね。つまり食事療法単独でも効果があるということです。さらにですね、この免疫チェックポイント阻害薬による副作用ですね、特に心臓の線維化など心毒性については、通常食のグループと比べて、この絶食模倣食のグループでは軽くなっていたということです。ですから、絶食模倣食で免疫チェックポイント阻害薬の治療効果が高まると同時にですね、副作用を軽くする効果が見られたということです。続いてですね、人での臨床試験の最新情報です。こちらは今年の8月にインターナショナルジャーナルオブキャンサーという雑誌に報告された論文で、トリプルネガティブ乳がんに対する絶食模倣食と抗がん剤治療の効果を調査した研究です。これは過去にですね、行われた標準治療に絶食模倣食を併用する臨床試験に参加した、こちらのおよそ100人のですね、いろいろな種類のがんの患者さんから、カルボスタチンとゲムシタビンによる一時治療を受けたトリプルネガティブ乳がんの患者さん14人のですね、データを抽出して、そしてこのコントロールとして、他の臨床試験からですね、通常の食事で同じ抗がん剤治療を受けた患者さん76人のデータを比較しました。
その結果ですね、グループの背景をこのマッチさせた比較では、絶食模倣食の患者さんですね、こちらですけども、この患者さんのグループの全生存率は通常の食事で同じ抗がん剤を受けた患者さんに比べて、優位に改善していました。したがって、少人数でのサブ解析ということにはなりますけれども、トリプルネガティブ乳がんの抗がん剤治療にこの絶食模倣食を併用することで生存率が改善する可能性があるという結果です。ではどうしてですね、この絶食に近い食事、あるいは極端なカロリー制限の方がいいのかということなんですけども、現在ですね、考えられているメカニズムとしては、絶食に対するですね、正常細胞とがん細胞の反応の違いというのがあります。つまりこの絶食に反応して、正常細胞ではですね、オートファジーなどを介して細胞を修復維持するための働きが活性化されます。でこのためですね、副作用が減るというふうに考えられています。一方でこのがん細胞では、これ大量の栄養が必要ですので、絶食によって栄養が枯渇して DNA の損傷が修復できずにですね、アポトーシスなどによって細胞が死に至るというふうに考えられています。さらにですね、絶食によってこのがんを排除しようとするですね、免疫細胞の働きが強化されるということも分かっています。これによってさらにがんの治療効果が高まる可能性がありますというわけで、絶食模倣食の最新情報でした。最後に注意していただきたいのは、現時点ではですね、このがん患者さんにおけるカロリー制限や絶食模倣食の安全性や効果についてはまだですね、研究段階でしっかりと確認されたものではありません。患者さんによってはですね、カロリー制限をすることで栄養障害や過壁死や悪液質をきたす、そういうリスクもあります。ですから、こういったですね、食事療法を積極的に取り入れるべきかどうかについては、今後のですね、やはり研究結果を待ってから決める方がいいと思います。というわけで、今回はカロリー制限でがんの治療効果がアップというお話でした。いつも動画のご視聴ありがとうございます。この度ですね、がん相談サロンというオンラインサロンを開設させていただきました。このサロンでは、皆さんからお寄せいただいた質問やご相談に答えたり、皆さんと一緒に、オンラインでミーティングをしたり、あるいはですね、メンバー同士で交流できる場を作っていきたいと思います。サロンの URL を概要欄に貼っておきますので、ぜひご参加いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。がん情報チャンネルでは、がんについてのさまざまな情報をお伝えしていきます。またブログでもがんの情報を発信していますので、よろしければご覧になってください。チャンネル登録とTwitterフォロー、ぜひお願いいたします。